改めましておはようございます。おはようございます、はい。今日から新しい年度ですね。新年度の礼拝が始まります。こうして皆さんと共にイエス様を礼拝できることを心から嬉しく思います。それでは歌いつつ歩まん4番目になります。この賛美を持って主を礼拝していきましょう。主にすがる我に悩みはなし、十字架の御元に身を下ろせば、歌いつつ歩まばれるや、私は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。私はその人の子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によってやられ、乙女マリアの名前ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ死んで葬られ、よ
三日目に死者のうちから復活し、天に昇り、全能の父なる神の右に座しております。そこから来られ、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。それでは新年度ですから御言葉の告白が変わります。この聖霊の助けを受けて歩みましょうということで、ゼカリア4章6節、この御言葉を今年は新年度は告白していきたいと思います。この御言葉が語られた背景ですけども、イスラエルは偶像礼拝をしたことによって国とエルサレム神殿を失いました。そしてバビロン捕囚となって70年を過ごします。バビロン捕囚になって70年後、世界の情勢は大きく変わっていきました。ペルシャが世界を治めることになり、そしてペルシャの王キュロスは異邦人でありました。偶像礼拝者でありましたけれども、神様がそのキュロスの霊を奮い立たせました。私の霊にやってとありますけれども、神様が異邦人のキュロス王の霊を奮い立たせて、そしてユダヤ人にエルサレムに帰りなさいと、そして資金を、ね、出すからエルサレム神殿を再建せよと、キュロス王、ペルシャのキュロス王によってエルサレム神殿が再建されて、ユダヤのための信仰が立ち直っていきます。本当に神様の霊は不思議ですね。憐れみに満ちています。今年本当に神様の霊、聖霊の助けによって素晴らしいですね、主の御業を体験していく一年を歩みたいと思います。それでは一緒に告白しましょう。3、はい、権力によらず、能力によらず、私の霊によって、アーメン。4章の6節、はい、感謝します。では理念の告白3、はい、ハレルヤ、私たちの国籍は天にあります。そこから主が来られる日まで、御言葉と聖霊に満たされて、福音を受け継がれ、互いに愛し合い、世の光として輝き、イエス様が喜ばれる教会を立て上げていきます。すべては神の栄光のために、アーメン。はい、それでは今日はさらに4曲を持って主を賛美していきます。立ち上げる方は立ち上がり、主を褒めたたえていきましょう。私は主に触れられ、何も何も
Thank you.
どうぞ私たちの信仰を引き上げてください。私たちのあなたへの愛と互いに愛する愛を増し加えてください。また天国にある希望を与えてください。どうぞ新しい年と聖霊様などを歓迎します。一人一人の上に、そしてこの宮の上に、そしてこの町の上に豊かに働いてください。多くの方の心を開いてください。そしてこの宮であなたを共に賛美できますよ。先週1週間の歩みをイエス様の十字架とその復活によって全て清めて許してくださっていることを心からありがとうございます。アーメン。今日も神の子としてあなたを礼拝します。どうぞあなたの御言葉に集中できます。あなたの御心を受け取ることができますよ。この時間を祝福してます。この祈りをイエス様の名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。はい、それではお座りください。今日のメッセージのテーマは信仰のテストということで、ヨハネの福音書6章の1節から13節を見ていきます。まあ、テストと聞いて私はですね、あんまりいい思い出がないというか、学生時代テストがね、なかなか私はプレッシャーで、社会人になっても時々テストの夢見てね、こうちょっとうなされて起きたら起きるなんてこともあったんですけども、このテストに受かると、まあ、次のステップに行くことができます。まあ、例えば高校の入試ですね、高校のテストに受かれば高校に入学できますね。そして高校生としての知識を身につけることができる。3年後大学の受験を受けます。でその大学のテストに合格すれば大学に行けます。ここから学べることがですね、本当に広がってきますよ。まあ、途中ですね、車の免許を取る方もいますね。で車のテストに合格すれば一人で車を、ね、運転してどこでも、ね、行けるようになりますよ。また就職試験も控えてますね。このテストを受けてそこに合格することによって何かこう自分のですね、能力を生かしてその自分の可能性が広がっていきます。でイエス様も時に私たちをテストされます。私たちはそのテストに気づいてないことが多いんですけども、日頃の中の出来事を通して実はイエス様に試されているということがよくあるんですね。そしてそのイエス様のテストに不合格だと受かるまでぐる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 同じとこを回るということもあります。
かつてイスラエルの民はエジプトの奴隷でした。そこからモーセによって解放されて新しい、ね、地、約束の地に向かいますけども、信仰のテストに不合格になったことによって荒野をですね40年間ぐる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 回り続けるんですね。ですからイエス様のテストに合格していきたいと思います。そして新しいステップに進んでいきたいと思います。今日は信仰のテストということで、イエス様は弟子たちにテストをします。それは大群衆にパンを食べさせることはできるのかという、結構分かりやすいテストでした。まあ、もちろんペーパーテストではないからイエスノーとかね、答えを書くことはなかったんですけども、イエスの周りに大群衆が集まってきました。小さなね少年がいますけどね、この少年は5つのパンと2匹の魚を差し出して、男性だけで5000人の食事をねイエス様が満たしたという、このパンの奇跡を見ていきますけども、実はこの中にテストがありました。弟子たちが試されたわけであります。今日はそのところを一緒に見ていきましょう。それではヨハネの福音書6章1節から最初に4節、ここ一緒に朗読しましょうか。ヨハネの福音書6章1節から4節。はい、少し待ちますね。開いている方もいますのでね。はい、ではそろそろ大丈夫ですか。一緒に朗読しましょう。3、はい、その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。アーメン。はい、まあ、イエス様が弟子たちをテストされる、まあ、試される背景が最初に出てきますね。まあ、イエス様はガリラヤ湖の湖、まあ、別名で当時ティベリア湖とも呼ばれていたそうですね。はい、ガリラヤ湖の向こう岸、まあ、向こう岸とありますので、どこかは分からないんですけども、イエス様は主にこのガリラヤ湖周辺で伝道活動をされました。多くの群衆がイエス様についてきました、まあ、その理由はイエス様が病人たちになさっていた印を見たから、多くの人の病が癒されたから、まあ、ついていったということですね、まあ、イエス様が私の救い主、イエス様が私の神様だという信仰よりも、まあ、その奇跡に惹かれて多くの群衆がイエス様についてきました。イエス様が奇跡を行わなかったら誰もついていかなかったと思います、ね、まあ、とにかく奇跡を見たくて、奇跡を体験したくてついていきました。でイエス様は山に登られました、弟子たちと一緒に。で多くの群衆もイエス様について山に登っていきました。で季節はいつ頃なのか、ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。杉越はこの春の季節ですよね。エジプトの奴隷から解放されて、ね、新しい約束の地へ向かうのは春の季節ですよ。日本もこの春の季節に新しい年度に変わってきます。春といえば日本では桜、イスラエルでも花が咲き始めます、ね、これはガリラ湖の写真ですね。もう春、まあ、きっとこんなね美しい赤い綺麗な花も咲いてますよね。中でイエス様はメッセージを語って、そして多くの人のお腹を満たしていく奇跡を行いました。いや春いいですね、素敵ですね。さあ続けて6章5節から6節を朗読しましょうか。3、はい、イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。アメン。はい、
多くの群衆がイエス様の方にやってきました。後半出てきますけども、男性だけでだいたい5000人ぐらい、すごいですね、男性だけで5000人ですよ。イエス様の奇跡を見に、イエス様のメッセージを聞きに、まあ、大きな大会ですよ、今で言ったらね、大会ですよね、キリスト教の大会に集まっている感じですよ。男性だけで5000人、私見たことありません、そんな、ね、まあ、韓国やブラジル、リバイバルが行っている国では5000人ではびっくりしないかもしれませんね、まあ、それが普通に行われていますからね。男性だけで5000人、すごいですね。そこに立って説教するってどんな気持ちでしょうか。ということは女性はどれぐらいいたんでしょうかね。イエス様の弟子は男性よりも女性の方が多かったような気がしますので、男性上にいたんではないでしょうか。じゃあ子どもたちはどれぐらいいたのか。イエス様のもとには子どもたちがですね、たくさん集まってきました。まあざっと2万人はくだらなかったことでしょう。すごいですね、2万人ぐらいの人が集まってるんですよ。さあここからイエス様の信仰のテストが始まります。ピリポ、イエス様の12弟子、直近の弟子の一人です。やがて12使徒になっていくピリポをテストされます。試しました。さあどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエス様がこう言われたのは、食べさせるパンがなくて困っていたからではありません。ピリポを試すためでした。試す、試験、テストですよ。この状況でピリポがどのような判断をして、どういう決断をして、どういう行動をしていくか、そのピリポの信仰をテストしました。もちろんイエス様はご自分が何を知っているのかを知っておられた。これからこの大勢の群衆にイエス様ご自身が十分パンも分け与えていことは知っていました。でもそれは内緒にしておいてテストしたんですね。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。ピリポも数を、ね、数えできれないですよね。イエス様ここに山の上ですよ。男性だけで5000人ぐらいですね、ざっと見。どこからといって、どこにそんなパンが売ってますか。いくらかかりますか。そんな予算ありますか、ね、献金係はイスカリオテ予定のユダでしたね。ババッと弾いたと思いますね。いやちょっと待ってよと。イエス様はそんな勝手にね、さあみんなで食事しようなんて気軽に言わないでくださいと。どうやって用意するんですか。最低1週間前には行ってください、会計もね準備がありますのでと、まあ、そういう状況でなってますよね。これテストですよ。ピリポ試されてるんですね。で、2人の弟子がこのテストに対して答えを出していきます。6章7節から9節一緒に朗読しましょうか。3、はい、ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。アーメン。はい、まあ、イエス様のテストに対して2人の弟子が答えていきます。最初はピリポです。イエスに答えた、はい、トマ用紙一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでも足りません。200デナリ、今の日本円の価値に換算すると、まあ、ざっと200万円。男性だけで約5000人、女性も同じぐらい、子どもたちは倍ぐらいだとしましょう。だいたい2万人。100円のパン2万個いります。200万です。まあ、仮に100円のパン200万出してね、100円のパン1個ずつ買ってきたとしても、1人1個ですよ、ご飯、パン1個ね。教会でもね、お昼ご飯食べましょうって教会からね、パン1個ずつ出されたらね、
ちょっと少ないと思いませんかね。せめて2つぐらい欲しいですよね。ジュースつけて、いやちょっと足りませんよと、まあ、その前にどこでそんなたくさんパン売ってますか。2万個ですよ皆さん。弁当10個20個って注文するんじゃないんですよ、まあ、それだったらギリギリね朝注文して昼に間に合うかもしれない。電話してね、今から教会で食事しますので2万個のパンお願いしますと、どこが受け付けてくれますか。え、これ無理ですと。残念でしたね。ピリポはイエス様テストに合格はできなかった。それ無理でしょうと。だから何もしなかったから、もしこのままで終われば素晴らしい奇跡を体験することはできなかった。次にもう一人弟子がやってきました。シモン・ペテロの兄弟アンデレです。アンデレというのはなかなか特徴的な働きをします。誰かをイエス様のもとに連れていくんですね。最初は兄弟のペテロを連れてきました。ここでは少年をイエス様のところに連れて行っています。アンデレが大麦の5つのパンと魚2匹をイエス様に差し出したわけではないんですね。ここにね、パンが5つあるし魚2匹があるから少ないけどイエス様どうぞこれを用いてくださいとアンデレが持って行ったのではありませんね。アンデレがしたことは少年を連れて行ったんです。少年傷つきませんか。こんなねたった5つのパンと2匹の魚、この大勢の人数でそれが何になるのかと。まだ少年ですよね。かわいそうですよね。もう今意味がないと。そんなね少しでも捧げたって。おそらく少年が自分の弁当箱を広げてね、あパンが5つあるな、魚が2匹あるな、普通だったら皆さん少年ですよ、自分で食べますよ、だってお腹空いてんだから。弁当ね、自分の弁当ね自分で食べちゃいますよ普通。でもイエス様が必要なら僕は捧げますと。これ持っていた全てですよ。少年にとってはもう楽しみでしょうがない弁当ですよ。あー大麦今日5つ食べる、魚も2匹ねお母さんが作って焼いてくれた。少年にとっては本当に大切なもの、もう全てと言ってもいいですよ。それを捧げた。誰がテストに合格しましたか。意外に意外、名もなき幼い少年がイエス様のテストに合格した。だからイエス様は次のステップに進んでいきます。素晴らしいですね。イエス様の信仰のテストに合格した少年は、本当にこんな少しのパンですけども、少しのお魚ですけども、僕が持っているまでできる限りのことをイエス様に捧げます。あなたはきっとこれを用いて奇跡を行うことができるでしょう。合格。そしてイエス様は次のステップに進んでいくのは行きます。それが10節11節です。3、はい。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおおよそ5000人であった。こうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ分け与えられた。アーメン。すごいですね。この少年が5つのパンと2匹の魚を捧げたことによりイエス様は次のステップに進んできました。さあ人々を座らせなさいと、次のステップに進んできました。時に子どもの純粋な信仰に私たちは学ばされることがあります。子どもって本当にね、こう純粋に神様を信じる ところがありますよ。ですから私たちも子どものような信仰を持ってイエス様を信じていきたいと思います。たった5つのパン、たった2匹の魚、でもその時信仰を持って自分ができる精一杯のことをしました。お隣の国韓国は
クリスチャンが多いですね。20世紀後半、1960年代、70年代、80年代と、まあ、世界でも類を見ないようなリバイバルが起きました。教会が急成長していきました。その中でいろんな信仰の証がありますけども、私が聞いて心に留まっている証が一つありますけども、それは1969年、韓国のソウルにあるヨイド純福音教会、信仰の教会でした。主が満たしてくださるという信仰を持って街道建築を始めました。かなり大きい街道だそうです。私行ったことないですけど、写真で見たことあります。100人200人が入る街道じゃないと思います。1000人2000人でもないと思います。おそらく1万人ぐらい入るんじゃないかなと思いますけども、ちょっとわからないですけどね。かなり大きいですよ。主が満たしてくださる、さあ街道建築を始めよう。1969年始めました。1970年何が起こりましたか。オイルショックです。アメリカの株価が暴落してオイルショックが起こりました。日本でも大変でしたね。経済がむちゃくちゃになりました。韓国も同じですよ。もう経済がむちゃくちゃになったんですね。信仰を持ってもうバカでかい礼拝を街道建築始めたんですよ。翌年オイルショックです。とんでもないことが起こりました。資金繰りがまずできなくなりました、ね、もうお金が集まらない、献金も集まらない。だから工事は中断となりました。すると次何が起こりますか。建築会社が訴えます。契約したのに、建築資金も払わずに工事を中断してしまったと、まあ、訴えられるんですね、世の中から。信徒を離れていきます。役員も少しずつ減っていきます。で、牧師は役員の給料も払うことが できなくなりました。役員役でスタッフの給料も払うことができなくなりました。街道建築どころではありません。そして自殺を考えます。もう死のうと、もう涙の祈りが何日も続きました。その中でもう身寄りもない、そして生活保護を受けている、かろうじてなんとか生きている老婆が、もう顔をしわくちゃにして、私はイエス様に救われました、こんなに幸せなのに捧げるものが何もありません、これが私のすべてですと言って捧げ物をした。でもそれは誰が見てもそれが何の役に立つのか、そういうものでした。本人も十分分かってました。こんなものが何の役に立つか私には分かりません。ちゃんと分かってます。でも何も捧げるものないから、今持っている私が持っているものを捧げますと言って使い古した箸ですよと茶碗を捧げた。そんなものが何になるんですか。あの大凶ね、オイルショックの中ですよ。どうやってそれがですね、何のために用いることができるのか。お金にも変えることができません。ところがある起業家がそれを見ていました。そして1000万円で買いますと。このことを境にまた献金が始まって、まあ、無事に街道は建てられていった。素晴らしい信仰ですね。少ししか捧げられないかもしれないけれども、今私ができる精一杯のことをします。ハレルヤ。イエス様はその信仰を感謝し、その信仰を用いてくださる。そして信仰のテストに合格するとき、私たちは常に次のステップへと、次の祝福へと導かれていきます。イエス様は次のステップに進まれました。人々を座らせなさい。男性たちを座らせました。で、数えていくんですね。だいたい5000人ぐらいいます。女性も数え、子供も数えました。そしてイエス様はパンを取り、感謝の祈りを捧げました。そして座っている人たちに分け与えていった。パンを割いて分け与えていった。魚も割いて分け与えていきました。そして彼らが望むだけ分け与えられた。くださいと求める者には全て与えられた。望むだけ、お腹いっぱいです。素晴らしいですね。これが
イエス様の御業です。イエス様はピリポやアンデレが思いもよらない方法でもう想像もできなかったです。この世の、ね、なんていう権力とか能力とかね、財力とか人脈とかその全部超えてイエス様は何でもできるお方だと信仰が引き上げられたと思います。テストを受けて合格不合格出ますけども、不合格でも学べることがありますね。それが大事ですよ。テストに不合格でちょっと終わりじゃない、そこから学べることがあるんですね。だからテストはいいんですよ。イエス様のテストはね、学んだんですよ。今まではイエス様はおそらく、まあ、立派な預言者、有名人、奇跡を行うことができる方、それぐらいだったと思います。弟子たちにとっても本当に私の救い主、私の神だという信仰までは持っていなかったと思います。でもこのイエス様のテストを通して、ここでは不合格になりましたけども、その信仰が引き上げられていきます。イエス様は何でもできる。たった5つのパンと2匹の魚を用いることができる、この少年の信仰を用いることができる、ね、そのように彼らは信仰が引き上げられていきました。この4月から新しい年度に切り替わり、御言葉の告白も変わりました。それはゼカリアの4章6節から7節、まあ、御言葉の告白では 一部分だけ取ってますけども、今日は6節と7節ちょっと一回ここで読んでみましょうかね。3、はい、彼は私にこう答えた、これはゼルバブエルへの主の言葉だ、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われる、大いなる病よ、お前は何者か、お前はゼルバベルの前で平らにされる、アーメン。イスラエルの民が偶像礼拝にふけり、王も民衆も偶像礼拝に慢心した結果、国を失い、エルサレム神殿を失ってバビロン捕囚となって70年が過ぎました。そして70年後、世界の情勢は変わり、バビロンはペルシャによって滅されていきます。そしてペルシャのキュロスが神様ですね、霊に揺り動かされるんですね。その何が始まるか、神様の霊が動き始めるときに物事が動いていきます。信じられないことが始まったんです。ペルシャの王ですよ、あの偶像礼拝してる王ですよ、かなりですね、このなんていうんですかな、大きな軍力を持ってあらゆる国を攻めてですね、もう世界中をですね占領していた国の王が神の霊によって振り起こされたら、ユダヤ人たちよ、エルサレムに帰りなさいと、神殿建築する資金も私がサポートするから、考えられないですよね。解放しますと、奴隷から解放されて、ユダヤの民はエルサレムに帰っていて神殿建築を始めました。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われると、ゼルバベルを励ましました。このゼルバベルはこの当時のユダヤ人の指導者です。政治的指導者、権力ではない、能力ではない、人間の権力でも人間の能力によってエルサレム神殿が再建されるのではない、私の霊によって、私の霊が働くときに人々の霊は振り動かされて神殿が再建されていくから。ちょっと実はこの時神殿再建の期間がちょっとストップしてたんですね。諦めてたんですよ、ゼルバベルは。でもこの神様の言葉によって、聖霊の神の霊によって奮い立たされて、エルサレム神殿が再建されていく。大いなる山、これは大きな問題ということです。大きな問題よ、お前は何者かと、ゼルバベルの前で平らにされると問題が消え去り、そして神の霊が働いていった。いや、問題が消え去るというか、問題の中にあっても問題は消え去りませんでした。いろんな迫害がありました。もう建築を邪魔する人たちがたくさんいたけども、その大いなる山を
乗り越えて平らにして神殿が再建していった。神様の霊によって不思議な体験をしました。イデラの民はクリスチャンはこういう体験をして信仰が引き上げられていきますよ。さあパンの奇跡の話に戻りますけども、12、13節今日ここで終わりますね。一緒に朗読しましょうか。3、はい、彼らが十分食べた時イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると大組のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。アーメン、はい、求めるものには与えられました。そして十分食べることができました。ちょっと足りなかったということではありません。ギリギリ足りたということでもありません。十分食べることができました。しかも余ったんです。余ったパンを集めると5つのパンをね、始まった奇跡でありましたけども、余ったパン切れを集めるとなんと12のカゴにいっぱいになった。ピリポとアンデレはそのカゴを見て何と思ったことでしょう。もう何も言えなかったと思います。イエス様の弟子たちがこの奇跡を通して学んだことを3つ最後に伝えて、まあ、まとめてこのメッセージを終わっていきたいと思います。このテストを通して何を学んだか。どんなに小さい捧げ物だとしても信仰を持ってその時できる精一杯のものを捧げていくなら、イエス様はそれを感謝して受け取り豊かに用いてくださる。これを学びました。またイエス様にとって不可能なことは一つもない。イエス様がただの預言者、ただの立派な先生から一つ上の、ね、神様に近づき存在へとこう信仰が引き上げられていきました。そしてイエス様はあり余るほどの祝福を与えてくださるお方だということを学ぶことができました。神様の祝福の中で最も素晴らしいものは聖霊様が与えられることです。今日から新しい年度が始まります。聖霊様の助けを借りて、聖霊様の助けを受けて本当に祝福満ちた新しい年度を共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは信仰を持つ者を喜ばれます。そして信仰を持つ者を用いて働いてくださいますから、心からありがとうございます。どうぞ私たちの信仰を引き上げてください。そして生活の日々の生活の中で起こるいろいろな出来事を通して、この少年のように本当に信仰を働かせてあなたの祝福を十分に受けるものとしてくださいますようにお願いいたします。新しい年度、聖霊様あなたが自由に働いてください。一人一人の上にとどまってください。この教会の上に、この町の中であなたが働いてくださいますように。権力によらず、能力によらず、主あなたの霊によってこの地が祝福され癒されていきますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では献金の時に入っていきたいと思います。山下さんお願いします。
代表の祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。先週1週間私たちを守ってくださって心から感謝を申し上げます。私たちは今日あなたの前に礼拝を捧げるために集まりました。私たちに尊い御言葉を通して豊かな礼の竹を与えてくださり感謝します。あなたの慈愛と栄光をたたえ、今日から始まる1週間を御言葉に従い、あなたを御言葉と子供として生活できますように、そして唯一の創造主である神様に信頼し、すべてを信じられ神様の平安の中で日々祈って生活できるよう私たちを導いてください。また今日この時に捧げられる献金をどうぞお受けくださり、知恵と使命を私たちに与えてください。この献金があなたの国の拡大と福音宣教のために使われ、苦しむ人々を助け、困難に直面している人々に希望をもたらし、多くの人々の生活に希望と祝福がもたれますように、そしてこの献金を通じて私たちの信仰と奉仕が成長し、あなたの栄光がますます現れることをお祈りいたします。また捧げられるお一人お一人の上により豊かな恵みと祝福をお与えください。この祈りを感謝を持ってイエス様のお名前によって捧げます。アーメン。アンドレを感謝します。それでは聖餐式に入ります。皆さんどうぞお立ち上がりください。聖餐式は主と一つにされたことを記念して行う式です。洗礼を受けられた方はパンとブドウ酒をお取りください。洗礼を受けられていない方のためには祝福の祈りをさせていただきます。1コリント11章27から28節。もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。アーメン。しばらく主の前に立って自分自身を吟味していきましょう。愛するイエス様、
自分自身を吟味するときに、あなたの御前にまだまだ信仰が足りないところがあることを見出します。愛において欠けたところがある。少ないところを見出すときがあります。けれどもあなたはあなたの十字架の血潮によってすべての弱さを信仰、愛のなさを許してください。あなたの御霊を注いでください。この私を、また私たちを新しい信仰と愛と希望で満たしてくださいますから、ありがとうございます。今日も聖霊様、あなたはここで豊かに働いてください。私たち一人一人に触れてくださっていますから、心からありがとうございます。洗礼を受けられた者も、まだ受けていない者も等しく愛し招いてくださっていることを心から感謝し、この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では、イエス様が十字架で裂かれた体を示すこのパンをお取りください。共に御言葉を告白していきましょう。3、はい。主イエスは渡されるようにパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先にこう言われました。あなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行います。アーメン。それではイエス様が十字架で流された血を示すブドウ酒を取りください。第一コリント11章25節を共に告白していきましょう。3、はい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。
御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週1週間も主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共にあることをここに宣言します。アーメン。では報告に入ります。